落ち着きと余裕が見られる。そしてまやちゃんキュンです。こんにちは、22V だー、ポテです。ということでね、今日はですね、8時ぐらいにね、4時半かな、プロビジュ会議という感じで、僕らがね、20ファーストアルバムね、何枚買うのかっていう、何枚をどれだけ、どこの店舗で買うのかっていうね、動画、あと2分です。ということで、その動画上げてね、結構好評だったのでね、今後もなんか議題があればね、プロビジュ会議って形とか、他にもね、いろんな形で土持ちとなるべく2人の動画とかも出していこうと思うんで、ちょっとね、まだ見てないよって形で見てほしいんですけども、今日はね、0時にね、いつもなんか出てるということで、ちょっと待ってます、今は。もう待ってます。この2分前からね。その一昨日と昨日でね、9人のね、全員、4枚5枚っていう形で9人全員が今揃って、でいつもね、3人なので、なんか4、5ってやるやっぱ意味があったんじゃないかなってことで、だから今日もなんか、必ずなんかあるんじゃないかなみたいな。3段で今待ってます。これ待ってます。これ何もなかった場合この動画出ないです。ということで、あと1分ちょいなのでね、楽しみに待ちましょう。もっと光るよ。はい、1時になりました。1時になりました。0時になりました。これいつもね、0時1分ぐらいに、来たよ。ということで、見ていきましょう。こちらです。ドン。はい、これ、9人バージョンね。来ると思った9人バージョン来ると思った。で、やっぱり、この白いやつ、昨日言った通りの U のパネルですね、これ。U をこうやって持ったり、こうやって持ったりしてるみたいな。あ、全貌が見れるやん。ちょっと見ていくか。うわ、みんな美人。うわ、かわいいな。このリオちゃんの表情めっちゃいいね。あ、なんかこの、この3人のなんていうの、軽いお母さん感、老けてるとかじゃなくて、マジで、勘違いじゃないでほしい。このお母さん感わかる。優しい大人が笑顔。これめっちゃいいな。なんか手の置く位置とかもなんかすごいね、いい感じ。これめっちゃいい感じ。次行くか。あら、はい、次これリマミね。真ん中リマミなんや。これめっちゃいいやん。うわぁ、いい。やっぱじゃあ、まこちゃんちょっとかっこいいね。かっこいい、かわいいというか。こう上げるとそういう感じになるのかな。で、リマちゃんはちょっとバブル期を彷彿させる可愛さ。で、ミーちゃんはもうシンプル可愛い。これ、まやちゃんちょっと見えてんだけど、まやちゃんちょっと後にするね。これちょっとね、可愛いな。いいな。いいしか言えない。やばいとか、えぐいとか、いいしか言えないんだけども。うわ、これいい。で、最後この3人。うわ、いいよ。リクちゃんのこの笑顔めっちゃいいわ。リクちゃんのこの笑顔めっちゃいい。なんか優しさを含みつつ、この、みんなに愛を届けますみたいな笑顔だね、これ完全に。で、ニナちゃんはかっけえし。なんかかっこいいとか美人だな、ニナちゃんは。なんかこの、末っ子とは思えないわ。末っ子とは思えない、このむしろもう最年長なんじゃないかというぐらい落ち着きと余裕が見られる。そして、まやちゃんキュンです。見てるかな見てくれるかな。まやちゃんはね、この首のね、この首の角度。この角度が一番いいってこと分かってるよね。いいなぁ。まやちゃんやっぱいいわ。まやちゃんやっぱいい。で、全体こんな感じね。やっぱ9人揃うといいね。この、抱っこしてる、いいね、リオちゃん。わ、これいいわ。これ他になんか来てんのかな？はい、ということで他には多分来てないですね。今日はちょっとね、1枚なのに短めに行こうと思うんですけども。いいね、これ、この、今後のね、この4、5全員って来て、今10日なので11、12、13、14、15、16、17、18、19、20日。これ確実に明日からもなんかあるっていう風に、プロビジューっぽいと思います。プロビジューって何やねんって突っ込んでくださいね、ぜひ。ということでね、こういう感じで20を今後も応援し続けて、これ20専門のチャンネルなのでね、ぜひこの20を応援したいよとか楽しみだーって方はチャンネル登録してもらえると嬉しいなと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。